はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画にお付き合いいただくお時間になっております。今日もしょうもないのみ動画お付き合いいただいております。 P さんです。はい、お疲れ様です。今日ね、もうベロベロです今日ね、そうなんですよ。今日の動画にお付き合いいただいてるお仲間さんはまだやんのみたいなことにはなると思いますけど、違うんですよ。だって YouTube 上にこういう動画ってさまよってて、続きで見てる人の方が少ないわけなのでね、うん、お仲間さんは続きで見なきゃいけないんで負担になるので3日間ぐらいに分けてもらえればありがとうございます。よろしくお願いいたします。で、もう完全にこの動画は P さん、はい、あのバーワイズの完全なるベロベロの飲み動画です、はい、ただその中でもちょっとね、はい、誠のプロデュースで、はい、ワイズファクトリーステッカー新しいものできました。ありがとうございます。またかっちょいの作ってくれたんだなこれがな。で、あの前回バージョンからの反省も踏まえたものがあって、はい、ちょっとね貼りにくかったんですよ実はね、うん、前回バージョンがちょっと文字も細かくなりすぎちゃってて、はい、でワイズファクトリーの、ちょっとまあ文字だけ残るバージョンのステッカーなんですけど、はい、今度はね丸くなってデザインも一新されて、ああそうですね、ちょっと大きくなりました。はい、はい、で、またね、貼りやすさなんかも考慮されたんだけど、色味的には、なんだ、黒、銀、銀、白、ゴールド、ゴールド、ね、前回と同じラインナップになっております。はい、相変わらずアンドロイドの方のステッカーもありますので、はい、またよろしくお願いしますということで、まあ、申し訳ないんですけど、相変わらずご来店いただいた方だけにね、そうですね、ワンコイン500円で販売させていただいておりますということで申し訳ない。いまだに通販とかテーマあるところではございません。そんな需要もないしねそれでそれでなんか 両サイドになんか変わってるのがあるんですけど、これもね誠プロデュースなんですけど、まあもともとはね誠が言ってたんだけど、こういうの作りたいなんて言ってデザインもらってたんですよね。はいはいはい、誠ちゃんプロデュースでね、これちょっとちっちゃいんですけど、キーホルダー、はい、このビニールっていうのかな、まあ、このオートバイなんかつけてもらっても、今お使いいただいてるキーホルダーなんかにこうそっと寄り添っていただいても邪魔にならないサイズで、ね、作らせていただきました。こういうね、まこちゃんにいいサイズで作ったんじゃない？まこちゃん、俺買っちゃった。買っちゃった。早速P さんもね、ご購入いただきまして、バッグなんかもつけていただいてて、買っちゃった。家族にも配っていただいて、もうね、なりふり構わず宣伝しております。よろしくお願いいたします。これあでもおしゃれかな。あ、いいですよ。これね、すいません、うん、ちょっとね原価の問題なんかもあって、まことの方から一つ600円。はい。いうようなことで、ちょっと店頭の方で販売させていただくような形になっております、はい、よろしければまあ、相変わらずね、ご来店いただいて遊び来ていただいて、ノートなんかも書いていただきながら、はい、こういったものなんかちょっとずつ細々とやらせていただいております。明日のレース資金にさせていただければと思っております。何とぞ、何とぞ、何とぞ。よろしくお願いいたします。そして P さんも誠もね、うちに参加してもらってる仲間なんかも本当応援してもらってるんで、僕はね何があっても生き延びなければなりません。何とぞ。よろしくお願いします。まあ、ここから先は本気でお話します。はい、よろしくお願いします。はい。で、まあ、ちょっとグッズのね、ご紹介の方はさせていただきまして、また何とぞ何とぞという話なんですけども、はい、さあ、P さん、はい、今日、動画撮り倒しましてですね、まあ、撮りも、撮り倒してたって、お仲間さんだけはもうお腹いっぱいって感じだろうけど、そうですね。ね、こっから初めてでね、見ていただく方には残っちゃって話なんですけど、まあ、もういかにこう、うちらがどういう話をしてるか、うん、そうですね、改めて原点に戻りましてですね、バイク屋の親父が、まあしょうもない飲みながら、夜な夜な仕事終わった後こうお仲間さんと飲みながら、まあしょうもない話をしとると。で時にはこうニュースを切ったりとかニュースいやもうそれこそさ、動画見てる人にさ、バイク屋の親父がニュースを切ってる話、なんかその世間話みたいなね、そんな、まあ、どうでもええわみたいな話なんですけど、
だからやっぱほら、もともと P さんとさ、こういうことやってきててさ、バイクの話ってあんましてこなかったじゃん。子育て論とかさ、その日のその日の出来事みたいなことをやりながらずっと来たわけですよ。ですね。今一度原点に戻ろうかということで。僕はね、はい、あの一番感動したニュース、あのオセロ。おお、なんか11歳の小学生かな。知ってますか。うん。いやもちろんもちろんワイドショー見てますよ。その辺はチェックしてます。それで、うん、その帰りの飛行機。どうですか。そっちの方。俺ね、これね、ゼニックだったかな。そう、ゼニック。粋なことするよね。そう、粋だよね。本当に粋だと思う。とんでもない偶然の奇跡が起こったんじゃなくて、うん、あらかじめそう団体が乗ってくるっていうので、ね、全日空があの機長を、うん、何かゆかりのね。そうです、うん、あれはね、俺泣いちゃった。これは捨てたもんじゃないなって。すごい。いや、あの本当偶然乗り合わせた奇跡じゃなくてさ、うん、あのその企業の方がなんかこんなエピソードがあった機長をあえて調整してきた。これどう？俺ね、そっちの方が泣けるわ。ね、うん、たまたまじゃなくて、ね、そう、うん、もう調整してきたっていうところ、ね、全日本空輸、うん、ね、日本、まあ昔日本ヘリコプターすごいですよ。俺ね、もうね、全日空しか乗らない。違う。いや、つうかまあまあ飛行機乗らないんだけどね。これね、本当にね、あの感動でした。もうあんなもう企業イメージはもういいしかないわ。もう俺、そう、今ね、社長言ったじゃん。俺もね、全日空しか乗らない。もうね、あれはね、いや、だからああいうことしなきゃダメじゃない、企業って。ね、すごいよね。それは別にさ、なんかあのチャンピオン来るからのどうのとかじゃなくて、そう、あのやらしい話じゃなくてさ、あ、なんかこんなエピソードあるね、でゆかりのある人間がうちの会社にいる、そうそう、じゃあちょっとシフト調整するみたいなさ、ね、粋ですよ。これは粋ってもんだよ、うん、もう江戸っ子、粋。もう宣伝のために、お、うん、あいつをちょっともうシフト外してこいつ乗らせてみたいな、なんか粋、企業のエゴみたいなのが感じなかったわけ、うん、俺は。ああ、本当、ね、俺は偶然だと思って話聞いてたんだけど、実は企業側がね、そう、シフト調整してきて。でもそれ粋じゃん。そうなのよ。だから逆に俺は偶然よりも美談だと思う、ね、うん、美談です。捨てたもんじゃねえな。素晴らしいです、うん、いや俺はここ最近では本当にあのホットな、うん、あのあ、ね、日本人って捨てたもんじゃねえな、ね、心温まる。あ、そんな感じ、ね、素晴らしいです。まあそんなニュースの話しますか、うん、ジェニック、ジェニックすごいです、うん、その辺の話で言うと、ちょっと僕最近ワイドショー見てて気になったのは、もう地面師の話が、ええ、あの詐欺事件がどないやねん。セキスハイム、セキスハイム、セキスハイム、あの55億円、55億、五反田のあの一等地、駅から数分のところに、はい、廃業した旅館のね、そうですね、うん、あのまあ不動産業界では有名だったという手放さない伝説みたいなとかね、地上げとかもあったのかね、どうなんだろう。ただ積水ハイムほどのところが55億かすめ取られるって、ね、すげえ詐欺もあったもんだなと思って俺ね。でもその前になんか業者が 2件か3件あったんですって。でこれは怪しい、あの坪単価があまりにも安かった。50、あそこで50億、うん、いやそれねえだろうと。航空写真なんか見るとさ、うん、あそこだけちょっとおかしい。そう、すごいじゃん、ぽっかりと。でしょ、あそこは欲しいよ、うん、欲しい欲しい。だからあの積水さんが流行った気持ちもわからなくはないんだけど、それが詐欺だったっていうと、もう爆笑しかないんだよ。そう、みたいな。そうなんだって、ね、だからまあ騙された方の気の焦りも分かんなくはないけど、まあまあ騙した方も凄腕だよね。すごいです。すげえなと思ってさ。すごいです、うん、まああのまあなんだろうな、ただすごいなって思った話。そうそう、55億って詐欺いてね、燃えるんだな。そんなのありえないすごいなって思った話。ありえる話ですよね、うん、まああとさ、はい、あのニュースの話で言ったら、うん、あのちょっと今日たまたまワイドショーでお見かけしちゃったんですよ、ええ、あの慶応ボーイが捕まった話。
あのこれさ、あのその皆さんご存知ですかね、なんかニュースではあのあったけど、あの22、3歳の若手が慶応ボーイズがね、あのなんか女性を暴行してみたいな、これちょっとねびっくりしたんですよ。あのエリート君がね、でも二十歳も過ぎてるんで名前もバッチリ出ちゃって人生棒に振るような事件でござんすよ。なんていうか、ただ俺さ、これから未来のあるね優秀な若い子をさ、おいおいと、なんか酔ってたかって火だるまかよって思ったんだけど、まあニュースの内容を見るとまあしゃあねえかなとは思うんだ。そりゃそうでしょうね。これはおいお前と、あの僕全然このニュースに関してはそんな詳しいこと分かんなかったんだけど、今日スッキリで仕事出てくる前にスッキリでちょっと見させてもらってたんですけど、はい、これはまあ報道されてること全てが本当だとするならば、えクソ野郎だな。うちの娘が被害に遭ってたら殺すぞ。まあね、ひどいもんだね。なんだろうね、あの若い子ね、なんかね、フェイスブック、あ、なんかブログ書いてて、この子が慶応ボーイを目指して、ミスター慶応ボーイの選挙みたいなのを目指してる時に優勝できなかったんだね、この子ね。もともと慶応ボーイって言われてるのはもうあれですよ、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、これがもう慶応ボーイなんですって。彼は生粋の子ではないの？わかんない。わかんねえのかよ、知らない。で、だから慶応ボーイって言われてるのはそういうことなんですって、なんかある意味あの僕がワイドショーで見たところ、2016年ぐらいの慶応ボーイコンテストみたいんで優勝を逃したと、ね、うん、で残念ながらそこはトップ取れなかったんだけど、その時のブログを見るとね、人間性がどのものなんてブログ書いて、でもそういう人間性たるは投票に反映されなきゃいけないんじゃないかみたいなことを書いてるらしいのね。僕すいません、そのブログまで見るほど暇じゃないので見てないけど、まあ、それはもうそれが削除されちゃってる、それが本当のことであるんだとすれば、俺はミスターになるために人間性磨いてきたのに、人間性を磨いたにもかかわらずそれが投票に反映されなかったのはおかしいだろうって言ってる時点で負けてんだよ。そうそうそう、そんなアホみたいな話。いやいや、だからそういうことを言っちゃうお前の人間性だから、そうダメなんだろうっていうか、ダメだったんだろうっていう。いや俺ね、そのブログの話を聞いた時にね、いるわこういうやつって思ったわけ。なんか例えば就職の話なんかの面接の話なんかでも、はい、まあなんか人間性を見る、人間性ってどうやって測るんですかみたいなことを言うやつに限って人間性で落とされてるんだよね。そうだね。あの人間性で受かるやつってそういうこと言わねえんだよ。だから、人間性を認められて人に認められる人って、そうです、人間性を認めてもらうってどういうことなんですかっていうことを言わねえやつが、そう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 、お前いいやつだなって言われるんだなって僕は思ってるので、そうそう、なんで頭のいい子たちほど基準を明確にしてくださいとか言うのか ね、そんなもんねえ。ないでしょ。ねえんだよ、フィーリング、フィーリング。だからね、あれですよ、こう17年間ね、母さんと飲んで、やっとこういう話ができて、はい、10年ですよ。そうでしょ、10年、10年かかって、10年かけてこの関係を、関係性を僕は築いてきたわけ、ね、それをさ、それをさ、なんか就職のさ、ね、ね、その1回の面接で人間性がどのこうのって、ふざけんなよと、だからっていうこと。その人間性をどうやって判断するんですか、基準は何ですか、うん、おかしいだろって。おかしいですよ。最近ね、だってP さんとだって、ね、仲良く飲めるようになったのここ 2,3 ヶ月の話だよね。いやそれはそうね、だからさ、もう若い子に学んでもらいたいと思いますよ、ね、あの人間関係とかっていうのはそういうことじゃね、まあ、10年、10年ですからね。ええ、まあ それはさ、まあ別にあの、まあ、バイク屋の親父がね酒飲みながらニュース切ることじゃありませんでした。どうもすいません。
お疲れ様です。どうもすいませんでした。まあね、ステッカー新しいのが出ました。そうですね、はい、またね、よかったら、今のところ通信販売とかしないですけどね、うん、はい、ご来店いただいた方は、うん、よろしければキーホルダーもかっこいいですよ、これね。よろしくお願いいたします。はい、いっぱい買っちゃった俺。ありがとうございます。お疲れ様です。